24さんどううもですすようございますアダムがやばい、えー。ニースコートダジュールメトロポールトロフィーでショートプログラム109.04点。内容がすごいんです。えー、GOE がですね、4回転ルッツ4.60、えー、トリプルアクセル2.40、えー、4回転とトリプルトーループ3.13、スピンステップはレビューすべて4で、 片手測定も入れてる。四回転ルッツだけでも16.10。表現も増し増しで脅威ですね。アダムくん四回転ルッツが飛べるようなきっかけが、ザ・アイスの初でもあったらしいですね。えー、初参加だったアダムくん。ザ・アイスに来る前は少し不安があったらしいけど、えー、参加してよかったね。スケーターも大好き、ザ・アイス。マリニンもケビンもやばいし、みんなやばいわ。ショマくんもファイティン、えーン。ショマくん情報も一つ。 トヨタスポーツさんから10月23日の月曜日、えー、シュマ君の独占インタビューが放送されそうですよ。あ、そういうことなんですね。これ10月23日注目ですよ。アダム・サオ君何今、どの大会にいるのニース・コート・ダジュール・メトロボロトロフィー。これって今やってるやつかななんだろう。うん。アダム・サオ君すごいですね。あのでも、マリニンもやばかったですよ。あのでも、109点か出てるね、結構。うん。すごい。 えー、もう一丁、マルリン君のラズベリーツイストですが、なぜラズベリーなんて可愛い命名と思いませんでしたかマルリンはロシア語でラズベリーを意味するんですって。うん、なるほどですね。マルリンツイストってことなんだ。えツイストだけに人ひ,ひねりをしてあればと。ね、か、可愛い名前ですよね。あのー、今回なんかマルリン一番最後にあのステップのところやってて、解説の方がうおーとかって言っててすごかったですね <laughs>。あ、今なんだ。アクアマリンさんからスキュアメの裏で、 開催されているメトロポリポー,ールニースコートダジュール杯、あ、B 級大会、なるほど。アダムシャークンがショート109.04。4回転ルッツ、トリプルアクセルと4回転とトリプルとスピンオールレベル4、ステップレベル4、GOE、ジャッジ全員プラス5で満点。YouTube でアーカイブが、えライブ配信をされたようで、アーカイブが見られたけど、配信固まったのか、途中ワープして最後のスピンが見られなかったけど、キレキレでしたってそうなんですね。今やってるのか。 うん、アダム・ショークやば。109.04っていう点数なたんですね。うん。えー、千秋さんどうもです。株君スキャー目スタート。えー、あと1時間後に始まる。えー、今日は、えー、ペアショート、男子ショート。えー、10月22日にはリズムダンス、ピ、え、ア、ー、フリー、男子フリーで。 えー、10月23日はフリーダンス女子フリースケーティング。今日は坪井達ちゃん10時13分、吉岡望くん、キビン・エイーモーズくん、デニス・バシリーエフ、あと、シン・イリア・マリンとこの時間帯になっていて、練習風景も X もたくさん上がっている。シンくんの黒の衣装入るね、やっぱりいい。えー、望くんの衣装は g センメアトルの昭和くん風から、えー、デニスはショートヘアでステファン風。本当に似てきた。似てきましたね。リキュリーは見られないの残念だけど、ワクワクドキドキですね。 さあ、果たしてどうなったのか、皆さんの感想を見ていきますよ。えー、風呂敷からからさんおはようございます。今回は、スキイベと全日本ノービスかぶってますか。マジか。見なきゃいけない。あ、全日本ノービス、そうだった。来週は、西日本とスキカラーがかでカオスですね。助けてほしいな。もっとカオスなのは、羽生くんのショーだ、確かに。<laughs> グランプリカラースと東日本が重なる11月ですね。ちなみにミス、マステリですが、一人でたまありきますということ。あ、そうなんですね。 うーん。マジか。ちょっと、急がないとですね。でも、今回は僕、男子ショートは見てきました、今。うん。えー、ワイルエンサーおはようございます。今日からスきヤめですね。もう誰が勝ってもおかしくないから応援するのみです。特定映像もある、全配信を変えます。ハイリスク、ハイリターンな高難度よりも、最小限のミスでとどめられる安定性と、この人しかできない,表できない、えー、芸術性を持っている宇野昌磨が、えー、上位に行くのは間違いない。そこは全く心配だと思っていますと。うん。 うの選手ね、ハラハラドキドキですよ。えー、フルスキーからからさん、ここからですね、結果なんですね。えー、こんにちは。そして、カブくんおはようございます。えー、スキアあの前、今日の配信は終わりました。まあ、マリン1位で、エイモズが2、シュンくん3位でしたね。えー、そうてなだけど、4位の吉尾くん別人でしたね。僕もびっくりした。これは皆のノを狙う組に入れるかもです。えー、長水先生がニコニコなのに、中野先生は、ぶ、ず、上面で、つぼいくんの脇でブツブツ、うーん。 言ってましたね。ぼいくんもいいものを持っているからえ余計にあの文句を言いたいのも分かります。シンくは4回でフリップ惜しかったけどレベルも取れてたし評価も上がりましたね。観客も入ってました。うん、ただ誰もブーイングはしませんでしたがノーミースとニカくんにシーンあなるほどエテリが横にいたしアメリカの観客はロシアとエテリが嫌いだったんだと思いました。うーん確かにアメリカで無名なノゾムくんには大歓声を上げる人たちなんですけどね。確かにニカくんにはシーンでしたね。 4回転2本決めてきましたよね、今回も。でも、85点ぐらいで、あの,のぞむく君を超えられなかったですよね。のぞむくんちょっとどうしったのもう生まれ変わったんかと思いましたね。だって、国内大会とかでのキレと全然違うよ。だって、本当あの、ジャンプも素晴らしかったけど、あの、それ以上にスケーティングがもう別人、あの、キレとス,テスピンとかも別人すぎて、これ、吉岡くん本気出してきたらこうなるんだなって思いましたね。うん、ちょっとびっくりしました、あの、うん。 秀美熊崎さんどうもです。かおさんこんにちは。スケア目男将と配信で見ました。マリニンくんが余裕の演技で104.06点でトップ。4回転アクセルは封印。うん、楽しそうに演技をしてました。え、もずさんが97.34点で2位。今季は仕上がりは早いですね。 でした解説のジョニー・ウィアーさんは最初に4回転等は回転不足じゃないかと言ってるようでしたが、シュンくんが91.61で3位。若干表情を固めに見えたんでちょっと心配でしたが、うん。最初は4回転等、トリプル等、綺麗に決まりましたね。 4回転フリップがテンションと着氷乱れで4点以上引かれてるけど、スピンステップはレベル4を揃えて90点超えて公式記録の自己ベスト更新です。ジョニー・ビアーさんは、シュン君のジャンプを早期評価をしてくれてるようで、お手本作るならシュンのジャンプと言ってるようです。4位の吉岡君は87.44点でノーミス演技で声声声も結構もらえてました。スピンステップレベル4を揃えて美しい演技だったと思います。5位のニカ・エカワジ君も素敵な演技でした。8 85.76点。坪井君くんは72.57点で9位でした。ピニスくんもそうですが、4回転サルコに苦戦してる感じでした。うん、確かに。エいもずさんが予想外に仕上がりが早いんで、しゅんくんフリーで大逆、逆転するのも大変かもしれないけど、頑張ってほしいです。エイモズくんね、あの、よかった。あ、エイモズもね、前回よりも明らかによかったですね。 うん。で、シ君は4回転とトリプルトース素晴らしかったですね。で、フリップは確かにエッジ踏み切りがエラーか、エラーか、それともアテンションかなと思ったんですが、アテンションで済んでよかったですね。うん。あの、ステッピングアウトするようなジャンプじゃなかったんで、決まるかなと思ったんですけども、ちょっと残念だったんですが、90点これ超えてきたのがよかったです。うん。あの、やっぱり、それがやっぱりね、一つのターニングポイントだったんで、90点超えましたね。うん。衣装はどうでしょうかね、衣装はね。 ミア、うんえー、様よろしくです。えー、こんにちは、ミアです。今朝、グランプリアメリカダンショート配信チケット買ったから、小さいけど携帯から見れました。えー、点数確定をしながら、1位がマレディ104.06点、えー、技術点が60.30、PCS43.76 点、ジャンプ4回転とプラス3.42で12.89.2、次は4回転ルッツ、トリプルと2.79のプラス点、えー、18.49点も、ラストトリプルアクセルプラス3で、 11.802スピンステップレベル4上が赤に黒い封じてパンツ黒衣装で頑張ってました PCS は全体的に高めかなジャンプなどもそこまで厳しくないかもアメリカ大会だからお客さんも盛り上がりましたねうん2位はケビン・エイームズ君97.34点ギ五十51.48で PC45.86 ジャンプは4回転とトリプルとプラス2.08で16.28点次はトリプルアクセルプラス1.33点で9.33点ラストジャンプトリプルと一点五1.52 点のプラスやはりここに4回転ジャンプやないとトップ争いはこの先も、えー、少し世界選手権のが厳しいかもなんとなくスピンステップはレベル4終わったらやりき、えー、感激したいお客さん盛り上がりましたねこれはえっとあュビンんですねうんで3位は佐藤く君で、えー、91.61点リ50点くらいと PCS41 PC 点、えー、くらいで、えー、これで画面が固まったんですね 固まったんだなんでパッと見たら、確か、ジャンプ4回転とトリプルトータラス2.14で16.41。次が惜しかったのは4回転フリップステップアウトでマイナス3.3だから何かクオーボタンマーク。詳しくは大きく足を横についたからかな。ラストトリプルアクセルプラス1.60で10.4で PCS は上がったかな。やはり氷を削るシャリやシャリシャーが 配信でも聞こえたから、えー、そこを少し滑らだかにしたらもう少し上がるかも。スピンなどは前よりうまく感じましたよ。衣装も黒で大人っぽく3位ですが足のフリーで何色のメダルになるのか分かんないから告白で楽しみですね。滑走順も。 うん。吉川くんは、なんと4位で、少し小幕のラベンダーの衣装の G 生目トにしたような衣装でしたね。点数は 87.、87.44で、48.95、BCS が38.49で、コーチは大ちゃんの歌子先生知らなかったかびっくりしました。歌子先生もできに嬉しそうでしたよ。もう少し点数をください。気になるジャンパー、4回転とトリプルと1.74、15.25で、トリプルアクセルプラス1.60、9.60だから、トリプルプラス1.18だから、6.49、足1.18で、7.67点で、ここは4回転、 アラスナトッププラスにいつもショーマ君はショートに2本4回転入れてくるからトッププラスや4回転を入れてこないとなかなかですね。最近は他の選手も入れてくるからステップスピンでオールレベル4。ジェイハングループラスでしたが、続いて頑張ってました。それで皆さん点灯が通る予約予酌のお店でごさんもみ盛り上がりました。うん。ウタコ感激多分2位まであまり点差なくて2では10点差まだフリーの出来でメダルが分かりませんよ。頑張ってツボイ君は緊張したかな。え前の二人が点灯でそんな流れが最初に回転してこう とマイで、え次えトリプルアクテッド四九九点こちら良かったと、次はトリプルツトリプルと言って三十二十二点四点もらってスピンなどがレベル三レベル四になるように頑張ってほしい。七十二点え七五七え技術三十七点七四 PC 八十三十五点八これは前二人より少し低いもう少し欲しいえ白い衣装が白シンプルシャツ爽やかだからそんな曲かなと思ったら切ない曲だから合わないかも。もう少し相性ある衣装が良さそうだわとえ雰囲気と違う感じで表情ももっと入り込んで入り込む。 悲しい切ない、えー、プラスな割りがありが,ありが上がりそうだもっと鏡の前で表情を研究よ、えー、確かもうちゃん鏡の前でビヨンドの黒鳥はやはりしく、えー、怪しく激しく白鳥は綺麗に儚、えー、く,くピーズは生き生き明るく超発的表現表情だけの参考になればよとそんなんで9位かな10人中に頑張ってレジスもちょっと雰囲気にあのちょあの最初ジャンプ4回転する高点灯 -4.85 リプル,ルトリプルトリプルト,プントリプルトリプルトプルトリ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 プ ファーリーが良、えー、さそうでしたが、着地が点灯、スピンステップはさすが綺麗、えー、髪の毛切ったら遠目のステファンかと。うん、すっきりかっこよくフリー頑張って 75.、75.84 37.、37.80、えー、40.24 PH、phts。瞬間より低いかな。ジャンプされ後にフリーな小売りらしいです。えー、あのこ、ー、んなこんなでしたが、港の選手も頑張ってましたよ。良いよ試合だわと見ていて力が入りました。明日はちょっと自分の子供がサッカーの試合だから、リアルタイム入れるか。えー、ドッショーとジャッ8時16分から、男子フリーが1時14分からでみたいです。日本 時間は目もしたかっだけど多少違ったすいません多分大丈夫かと今日は子供が土曜日授業でえ昼過ぎだったから早抜きで時間も、えー、あ,あり余裕があってよかったですフィギュア朝から入れてで無また皆さんレベル上がり頑張ってるからこれは正幕負けられないか練習頑張ってトータルで頑張るはず特に表現力は自己満足ほど頑張りたいけど他も,ももちろん言わないけど頑張りますよ楽しみですという声ですねちょっと鬼語りでしたけどもえこんな感じです えー、そうそう、ジョニー・ビアー様が解説言われてみたいに、全体的にジャンプが厳しくないかも。んあ、そうかもですね。なんとなく、カナダ大会とは真逆かもで、カナダは、えー、逆にビシビシ引かれてそうかも。皆さん、同じ大会ならわかりやすいけど、ジャッジにいるより少し違う不、不公平な気がしますね。という。確かにね、そうかもですね。国内大会よりは、でも、あのね、キレがね、明らかに出てきた皆さん。あの、 ケビン、えあ、しゅんくん3位発信ね。パンダさん、そうなんですよ。しゅんくん3位発信でございましたね。うん。はい。えー、としきから川さん、カムくん、全日本ノービーさんも始まった。いや、早く見ないらね。全部見るのは大変だと思いますので、アイスダンスをお勧すすめします。天才と言われる吉田さんとおか、小川原くんの住みイブ、あとの2人も、えー、すごいですね。ノービーさんが持ってる。小川原くんってシニアもや、シングルもやってる子ですよね。確か。確か、あの、ですよね。 ちょっとこれもアーカイブだと思うので、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、まだあのスキャン目も全部見ていないのでっていう感じなんですけど。えー、あカブ君くん、東京ブロックより進化してました。あそう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 。ね、よすわくんびっくりしましたね。あの、87点台って、吉す君くんって4回転投社できないんですけど、4回転はね。まあ、4回転2種類なくて、4回転投だけで87点って、いい点出たしあの、びっくりでした。本当、一番びっくりでしたね、今回。うん。 はい。では、超特急解説を終わりにしていきます。どうもです。